アルイコールケイコールスマンの王立聖演書。アルイコールケイコールスマンの王立聖演書は、フランス東部のドゥーケンアルイコールケイコールスマン、アルクイコールエイコールスマン市にある旧聖演書で、創造力豊かな建築家、クロードニコラルドが都市計画まで視野に入れて手掛けた建築物。この聖演書は、サランイコールレイコールバンや、ロンイコールルイコールソーニエの旧式の聖演書にとって、 変わるものだった。理想の工業都市を追求する形で円形の都市が計画されていたにもかかわらず、半円上で工事は中断された。しかし、その計画性は当時の都市計画を忍ばせるものと評価され、ユネスコの世界遺産に登録された。製円所としての創業は19世紀末で停止しており、現在は博物館や資料館として公開されている。 当時、食塩は肉や魚などの保存に用いられていたため、相対的に需要の高い食品であった。ガベル、塩税に徴収されていた。フランシュイコールコンテには地下に岩塩の鉱脈があり、相対的に冬だった。この地方には塩用の井戸が多くあり、取り出した塩水をボイラーで沸騰させて塩を生成していた。そのボイラーを炊くために薪き木が必要とされ、 近隣の森林から切り出されていた。当時、サランイコールレイコールバンやモンボロには多くの井戸やボイラーがあったが、焚き木の伐採が続いた結果、近隣の森林資源は乏しいものとなっていった。その結果、燃料はどんどん遠くから調達しなければならなくなり、コストが高くなっていった。さらに時が経つと、塩水濃度の低下にも見舞われた。一定期間、王族の専門家たちは、 パトッツを使うことを研究していたが、1773年4月の午前会議で取りやめることが決議された。また、サランイコールレイイコールバンの谷合いに、関水製造所を建てることも不可能になった。クロード・ニコラルドは1771年9月20日に、ルイ15世から、ドレーヌとフランシュイコールコンテの聖塩所の監視官に任命された。 1773年には、デュバリー夫人の後押しで、王立建築アカデミーの会員にも推挙された。彼はすでに朝税受けをい事務局の建築家だったこともあり、王室建築家の称号を手に入れることができた。そうして、アルイコールケイコールスナンの聖援書の建築計画は、ルドに委ねられたのである。彼は監視官として、フランス東部の様々な聖援書を検視していた。 それを通じて、彼は、能率的な工場を思い描いていたので、実は、ルイ15世から計画を委託されるよりも早く、最初の計画案を練っていたのである。その計画案は、他の聖延書、特に、ロンイコールルイコールソーニエや、サランイコールルイコールバンのものに触発されていた。国王から委託されるより先に、ルドは、最初の聖延書の計画を立てていた。しかし、 その時点では、どこに建てるのかなどは一切考慮されていなかったため、彼は、その計画が含む難点などを煮詰めることがないまま放置していたが、この計画は1774年4月に、ルイ15世に提出された。この計画は、非常に野心的かつ革新的なものであった。ルドは、厳格に幾何学的な設計を適用した。まず、中心に、 巨大な正方形の広場を作り、これを壁で囲む。その周りに単一の様式の様々な建物を配し、互いに中廊で結ぶ。そして作業の円滑化のために、広場を回廊で斜めに仕切り、八角形にする図面参照。建物には多くの円柱が用いられ、回廊には144本の道理屋敷円柱が用いられていた。計画では、 さらに中央の四角い広場は、声援所の燃料用の焚き木の貯蔵に用いられ、各隅には四角い三階建ての離れがあった。それらには、守衛室、礼拝堂、パン屋など、声援所の生活に必要な機能が備わっていた。他ウィングには、停鉄工や損工の作業場があり、奥には、工場があった。また、飛行用車たちに、 金銭的なものとは別のフォローとしての役割持つ庭園があり、東南防止用の頑強な外壁が巡らされていた。これは壮大豪華な計画であったが、それがかえって計画の挫折に結びついた。当時の産業建築物にこれほど大規模なものはなかったので、ルドの同時大臣は驚いたし、国王は宮殿や寺院でもないのに円柱を排していることなどに疑問を呈し、 計画を拒否した。さらに、当時は礼拝堂を隅に配置することはけしからぬことであるとみなされていた。後に、ルズもこの計画を自己批判した。計画上の平面図は全体的に病院、修道院、大農場など古典的な共同体重環境をトレースしたものであった。他方で四角に区切られた計画図は 古代ローマの建築家による古代建築以来の欠点、持っていた。それはつまり、火事が広がりやすいこと、相対的に不衛生になること、中庭が必然的に日陰になってしまうことなどである。この計画が地理的、地質的な制約を考慮していないことも、批判材料となった。新しい製煙所を建設するということは、百七十三年四月十九日に、 決議された。建設予定地は、調税受け置事務局の監督下にある、技術委員会によって決定された。その予定地となったのが、旧アルク村と旧スナン村の間、現在両村は合併して、アルイコールテイコールスナンである。ここが選ばれた理由はいくつかある。まずは、平地であり、ルーや4万アルパン以上の広さを持つ省の森に近い、ことである。次に、 大陸の中央部に位置し、ドール運河で地中海と連絡しており、ライン川を通れば、北海やアントウェルペン湾に出られる、交通の便の良さもある。加えて、当時スイスの塩需要が大きかったため、この国に近かったことも要因となった。計画では、年間6万トンの塩生産を見込んでいた。同じ年に、王は利益を求めて、 マヌテンチオン・ゲネロル・でセイリーンズ・にジャンイコール・ルー、モンクラールを中心とする企業家集団を加え、彼らに24年間の使用許可を与えた。モンクラールは収益を意識していたために、ルドゥの最初の計画を拒否した。国王によって認可されることになる建設計画は、製園所の資金調達と建設を、使用許可も込みで、モンクラールに委ねたのである。ルドゥは、 最初の計画案とは全く異なる。第二案を提示することで面目を保った。ルイ15世は、法御、1774年5月10日の直前の同年4月27日にこの計画を認可した。10月28日には、トラデイによって計画に署名がなされた。建設用地の取得と工事はほどなく始まった。しかし、 製塩書の建設状況がどのようなものであったかを現存する古文書類から詳細に伺い知ることはできない。対応は以下のごとくである。祖先は正土曜日であった1775年4月15日の式典で置かれ、工事は1779年まで続いた。故に当時の慣例からすれば大建造物と土台は前もってできていたのだろう。 大建造物はほどなくして完成し、内装に未完成部分はあったものの、工場の最初の試運転は七百七十八年秋から始まった。モンクラールと朝税受け事務局の間で交わされた契約書にある通り、製園所の経営は七百七十九年に始まった。周りの道路網は国立土木学校から派遣された若手研究員たちによって研究され、 歩く村とスナン村をつなぐ道は自由に使える労働力によって石が敷き詰められた。さらに、このルートはスイス方面への出口を保障する重要なものでもあった。企業家モンクラールは冬の間は声援所の土木工事府を土木工事に従事させた。徴税受け負い官いオードリーによれば、支出は1778年以前に見積もられていたものの二倍に上ったという。 サランイコールレイコールバンの井戸からパトッツオを青煙所に引き入れるために銅管が作られた。これはフュリューズヤルーの道筋に沿って二十一キロメートルに渡って続くモみの木でできた運河であった。これは時間の経過による劣化や凍結、盗難などの対策として地下に埋設されていた。さらにより安全を保つために暗渠に沿って十箇カ所に主営の詰所書が置かていた。 これは同時にいわば、塩税理の道を形成するもので、詰書所ごとに、塩水の流量と濃度が測定され、結果は土曜日ごとに製塩所に送られた。塩税理たちは、二千円商人と揶揄されていた盗人たちにも対応する必要があった。彼らは塩を盗むために暗渠に穴を開けたりしていたので、ある。暗渠には、高低差143メートルの傾斜が付けられていた。 材料の揉みの幹は中心がくり抜かれており、はめ込みやすいように鉛筆状に先が尖らせてあった。はめ込みに際しては鉄の輪が併用され、しっかりと繋がれていた。材料に揉みが選ばれたのは胴回りの太さと中心部が相対的に柔らかいことによる。こうして中心をくり抜かれたもみはボーノスと呼ばれていた。絶えず工事が行われていたにもかかわらず、 たくさんの荒れ目が存在し、多くの塩水が流出した。その量はおよそ30%に上ったと見積もられている。つまり、毎日 135000L の塩水がサランから送られていたが、その無視できない量が失われていたのである。1788年からは、暗渠は木星から中鉄星に変えられた。今日でも、 サラン方面から数えて二番目の詰め所であるプティット、ショーミエールは存在している。乾水製造所は1920年に壊された。建設当時は塩水を蒸発させて塩を集めるための建物だった。当時は木製の大きな骨組みで、全長は496メートル、高さは7メートルで、風が通るようになっていた。五メートルの高さのところに中空のパイプがあり、 運ばれてきた塩水が流れ込むようになっていた。蒸発の時には、風通しの良さがそれを後押しした。塩水は軽く傾斜をつけた溝付きのもみの厚板の上を流れて集められるようになっており、冠水の濃度を高めるために、この作業が何度も繰り返された。その上で、冠水は深さ5メートル、溶石20万 L の水槽に集められた。この水槽は2000メートルのカバーで覆われ、 監視所が併設されていた。ルドゥは本来、所長宅を中心として周辺に工場や労働者住宅が配置されているような直径370メートルの円形の都市計画を立てていたが、資金難などから半円状の建造物群で納得する形になった。所長宅の正面は中楼を備えた造りになっていて、アンドレアパル・ラーディオが手掛けたビチェンツァ近郊の ラ・ロトンダの様式を思い起こさせるものである。フランス革命期に投獄されたルドは、聖炎書を取り囲む章の理想都市を思い浮かべていた。それは、革命期以降に不遇を囲っていたルドの図面の中に見ることができる。聖炎書は、革命期以降も存続したが、その経営は、生産効率が当初予想を下回ったことから苦しいものとなった。加えて、 鉄道で運ばれた海水由来の塩との競争にもさらされたことや、製塩所の原料供給元である井戸には不純物が多かったことなどもあって、1895年に閉鎖され荒れていった。1918年には落雷が原因で、所長宅と礼拝堂が火事にあった。こうした惨状に対し、1923年になると、 生演書を史跡にしようとする動きも出てきた。長い予備審査を経て、1926年に、史跡委員会によって、好意的な決定が下された。当時、生演書を所有していたのは、東部生演書組合だったが、彼らは、この決定に冷淡だった。1926年4月29日には、建物の一部が、ダイナマイトで爆破され、周辺の木々も切られた。 こうしたこともあって、1927年には、ドゥーケンが買い取り、1930年から修復も行われた。第二次世界大戦中には、軍隊の駐屯地などにもなったが、そんな中での1940年2月20日に史跡に加えられたことが漢方で公示された。その後も地元の芸術家、作家、ジャーナリストたちが、世論や、 当局の関心を集めるためにキャンペーンを行ったりした。そして、1982年にはユネスコの世界遺産に登録された。今日、施設は一般に公開されているが、そこには二つの展示館が存在している。一つは、旧村工場で、ここは、ルルー記念館になっており、実現しなかったものの未来を先取りしていた数々の建築計画が模型として展示されている。 もう一つは、旧聖炎工場群で、当時の姿をしのぶ展示がされている。1982年に、アルイコールケイコールスナンの王立聖炎書として、世界遺産に登録された。2009年にサランイコールレイコール版の大聖炎書を加える形で、拡大登録され、サランイコールレイコール版の大聖炎書から、アルイコールケイコールスナンの王立聖炎書までの、 戦後塩の生産と解消された。これらは共に戦後、戦後、釜で塩水を煮詰めて塩を得ることによる生塩施設である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。